護衛艦出雲について質問です。ヒュ・ウガとの違いやアメリカのジョージ・ワシントンと何が違うのでしょうか。オスプレイなども離着陸できるのでしょうか。出雲はヒューがより 50M 長くなった 250M くらいだった気がします。ジョージ・ワシントンとの違いは言わずもがな、原子炉未搭載、固定翼機搭載不可、固定翼機用離発着装置なし、乗員数、武器搭載可能数、ぶっちゃけ比べる意味といいますか、必要がないです。目的や用途からして別の思想で設計運用されているのですからね。オスプレイはヒューガの時点で乗せているので、出雲なら余裕だと思いますね。ヒュ・ウガとの違い、ほとんど同じ運用目的で建造されているので、違いは簡単で大きさです。大きさが違えば搭載できる航空機ヘリの数が違いますし、スピードも多少異なりますが、艦自体の基本的なスペックの違いはほとんどないと言えるでしょう。もちろんマニアックに細かい数字を出せば違いはたくさんあるでしょうが、それは一般人が知ったところで何の自慢にもなりせんし、そもそもその情報が正しいとは限りません。防衛機密なので、艦船の違いというのはスペックではなくその運用方法でしょう。そういった意味でヒューガと出雲はヘリコプターを多数搭載できる護衛艦として同じ艦船と考えていいと思います。ただ搭載機数が違うだけです。もっと細かいことを言うと、出雲はヒューガに比べて搭載されている自衛火器が少なくなっています。これはヒューガの運用実績から、基本的には他の攻撃用護衛艦との同時運用を前提に作戦が展開される、つまり出雲単独での運用は必要ない、もしくは必要が生じても単独の自衛火器では何の意味もないということが弾き出されたからだと思われます。ジョージ・ワシントンとの違い、蒸気のことから完全に適正空間奪取を目的とした空母であるジョージ・ワシントンとは全く別物の艦船と考えていいと思います。たびたびヒューガ等の大型護衛艦はその形が空母に似ていることからヘリ空母と称され、他国の空母と比較されますが、そもそも空母とは前述の通り適正空間奪取を目的に戦闘機の離れ着艦ができる艦船ですし、ヒューガ等の護衛艦は単に一隻に搭載できるヘリ機数を増やしただけ、つまり通常の護衛艦の後方甲板上のヘリポートを前方甲板まで大きく引き伸ばしただけのもので、ヘリポートに戦闘機を離れ着艦させることができないので、敵の制空権を奪うことはできませんし、万が一滑走路に改造してもそもそもヘリコプターでさえ14機搭載が限界なので、代わりに戦闘機を搭載しても10機前後が限界で大した戦力にはなりません。よって両者を単純に比較すること自体不可能です。マグロ遠洋漁業船とアサリ漁船を比べることと同じくらい難しい話です。わかりやすく簡単に違いをまとめると、ヒューガ、出雲等はヘリコプターをたくさん搭載できる護衛艦であり、ジョージ・ワシントンは純然たる空母であるということです。オスプレイに関してですが、オスプレイというのはあくまでも戦闘機ではなく固定翼機、飛行機の特性をも持ち合わせた回転翼機ヘリコプター、または垂直離着陸輸送機 VTOL 輸送機という意味合いが強いため、特に空母のような専用の飛行甲板、滑走路を持った艦船でなくとも離着陸離れ着艦はできます。言い換えれば大きさの問題さえクリアすれば、ヒューガや出雲でなくとも通常の護衛艦でも理論上は離れ着艦可能です。ただしオスプレイはサイズが大きすぎるため、通常の護衛艦へは安全に離れ着艦できない可能性がある上に、格納庫にも入れることができないので、
緊急時以外の離れ着艦はありえないでしょう。今後離れ着艦訓練をする可能性も低いと思われます。ちなみにオスプレイは離着陸の際にヘリコプター同様プロペラを使って上昇を加工しながら機体を安定させるので、ヘリポートや滑走路に特別な加工は必要ありませんが、他の VTOL 戦闘機米 F-35 等はジェット噴射を使用して機体を安定させ離着陸するので、使用する滑走路にはそのジェット噴射の熱に耐えうるための加工が必要で、日向型、出雲型にはいずれも甲板にこの加工がされていない、いわゆるただのヘリポートなので、基本的には VTOL 機の離れ着艦は不可能です。時折甲板をかわそうすれば日向や出雲も空母として運用できるという夢の話を聞くことがありますが、それには周辺国に無用な緊張を与えるというリスクが発生する上に莫大な費用がかかるため現実的ではありません。他国へ侵略しないことを前提に運用されている自衛隊にはそもそも必要のない能力ですし、もし万が一日本の情勢が変化し空母を保有せざるを得なくなったとしても、改造をかわそうにかかる時間や莫大な費用がかかることを鑑みて、既存の護衛艦を空母に改造することはないでしょう。むしろ新規に空母を建造した方が早いでしょうし、安く済むと思います。